令和3年5月4日、日本においてターボプロップ機プロペラ機は、ビビたるものを除くと、サーブとボンバルディアと ATR に分かれます。今年で北海道エアシステムがサーブを滅ぼすとしたので、最初で最後にサーブに乗ってきました。もともとゴールデンウィークは九州に行くつもりでしたが、集団コロナが発生していることから、当選確率が1日あたり1000分の1だとしても不安なので、当選すると思ったので諦めました。それなので、あの子のバジャでも買えないです。どこだけは心の中でも買うことにしました。もう使い道がないので、ジャルの宅配機を出した。まず、函館まで浜那須平成で行きました。ケチって南千歳から乗ったので、造鉄ラウンジ編成は満席でした。次の日は、湯の川温泉をさまよい、道南 MAAS と道南うさぎり鉄道の動画を作ろうと思いましたが、面白くなさそうなのでやめました。そしてサーブに乗りました。サーブは33人乗りで、ほとんど満席でした。私は、仕方がないので、一番後ろに乗って一人ではしゃいでいました。着陸した瞬間は、今までの人生で一番凄まじい着陸でした。理由は、鳥がエンジンに突っ込んだからでした。エンジンに鳥の血がついていました。最後は、札幌駅までバスで帰りました。おしまい。